いや、臭いもん、臭いもんがあれ。えー、ちょっと、それガブリン干し食いじゃん。ガ、あ、ま、ちょっと、あ、た、食べてる、食べてる音ですか？干し食いを食べるなんて。 そんな悪魔もコードレッドも見たことがありません。あそうか。そういうことだったんだな、トラ。腹が減ってたんだな。貧しかったもんな。そこがお前の原点。最も色濃く残る願望か。 オーケーケトランお前がその欲望に負けたって言うなら僕がけじめをつけてやるオーケートランお前がその欲望に負けたって言うなら僕がけじめをつけてやるふざけんなよみちらこんなところじゃ終われねえんだよ負けられねえんだよ タイマン勝負じゃないのかよトラ逃げたタイマン勝負じゃないのかよトラトラは1対1の勝負から逃げたことなんて今まで一度だってなかったトラは1対1の勝負から逃げたことなんて今まで一度だってなかったあいつとんでもない負けず嫌いでさどんなに相手が強くて勝ち目がなさそうでも 売られた喧嘩は絶対に買ってきたんだ逃げるしかなかったんだと思うぞなんせ幼い頃からミチルに対しての恐怖を植え付けられてきたんだからなえっ恐怖いえなんか余計に腹立つまあ、本能や願望といった原始的な感情がむき出しになってる状態だからね 怖ければ逃げるお腹が空けば食べるだから別にミチルをバカにしているつもりはないと思うわそれにしてもあの子どこに逃げていったのかしらお食事その辺りに湧いてる星食いをガブガブ食べてるのかしらそれならいいけど注意すべきは 今は何をするかわからない状態でもあるということ自身の敗北を悟り叶えるはずだった願いが失われる恐怖を感じて逃走した今の彼は力を得て最初に願ったことを無理やりにでも叶えに行くと思う最初の願い もしかして孤児院の子供達あそうだそうだよそうだよそうだよ思い出したあいつ言ってたんだこいつらに貧しい思いはさせない大きくなったら俺みたいに自分で稼げるようにしてやるってそれだけは約束するってハンターとして訓練してあげるってこと うん、待って小太郎さんみたいにってことは先生これはもしかして先生これはもしかして先生こんな時にボケないでください彼がハンターとして戦えるのは霧に包まれて核戦者になったからつまり 子供達を霧の中に連れ込む可能性がある彼がハンターとして戦えるのは霧に包まれて覚醒者になったからつまり子供達を霧の中に連れ込む可能性があるもしそれが本当なら放っておくわけにはいきませんね皆さんよろしくお願いします <laughs> 僕もそうだと思う 自分がいなくても子供たちが食べていけるようにトラは子供たちを霧に連れていき覚醒者にするつもりだもしそれが本当なら放っておくわけにはいきませんね皆さんよろしくお願いします